ナギさんのアンケートでイエランか勝利かちょうど半分で割れてるんですが、ネルメロさん的な意見おすすめ お聞きしたいです。あ、次復刻 4.0 で勝利かイエランどっちも復刻するから引くならどっちかって話、ぶっちゃけね勝利かイエランどっちかっていう話不毛な気がするんだよな。みんなどっちか持ってるやろ。持ってねえ人いるんか。バージョン 3.5、3.6、3.7、3.8 で原神始めた人そんな多くない気がするんだけど、どう思う？まあおるとは思うけど、勝利かイエランどっちかか。まあ今勝利もイエランも両方持ってないようなやつはバージョン 3.5、6.7、3.8 で始めたやつらで結構な初心者でしょ。そしたら勝利の方が大事な気がするがな。あ、初心者さんね。 3.7 で始めた、 3.8 で始めた、 3.7、3.8 とか最近始めた人に質問、どんぐらい図鑑埋まってる？あんま埋まってないんじゃない？15人がいいとこやろ。でそしたら、まあ、キャラクター6人揃ってなかったら強いパーティーなんて組めるわけないじゃん。神格万神なんて無理やろ。王城夜行とかも無理やろ。そうなってきたらやっぱりちぐはぐなパーティーでも万能なキャラが強いから勝利な気がするけどな。イエラン万能だからむずいんだよな。でもイエランも万能なんだよな。私は若干勝利かなと思っちゃうな、万能っぷりで。まあ、イエラン進める、勝利進める、割れてんな。いや、ぶっちゃけ両方引いてほしい、うん、あ、リネよりもイエラン勝利の方が優先なんだよな、うん、俺はガクシ。まあイエランと勝利両方引いて、まあその次イエラン一突になるのかな、うん、イエランの一突めちゃくちゃ強くてね、まあなんかキャラクターを埋めるよりもイエランの一突優先してもいいんじゃないかっていうぐらいイエランの一突めっちゃ強いんですけど、さすがに勝利持ってない人はまあ勝利かな。まあ、イエランも勝利も両方引いて、そしたらイエラン一突して、勝利先生別に星座いらないんで、まあ、イエランの星座の方がはるかに強いから、まあ、勝利もイエランも両方引く、その次にイエラン1突する、その次にイエラン2突する、まあ3突もしてもいいな。そしたら武器ガチャの弱水引くかって感じやな、うん、ですね。だからまあ優先順位としてはこんな感じ。まあ原石や余裕あればあるほどこうなる感じになります。そう で結局フリーナ欲しいと思うから、みんな、まあ、だからまあ勝利もイエランも無突確保でいいと思うよ。勝利もイエランも無突確保しね、まあ、水の神オカロルスフリーナに備えるのがいっちゃいいと思う。キャラ増えたら勝利使わなくなるよ。勝利使うくね。私配信だいぶ勝利使うけどな。イエランよりも勝利の方が私の配信では出番多いよ。イエラン強すぎて使わないから。違うか、これはちょっと配信者の事情が入ってる気がするな。いや、私がイエランを使うとイエラン強すぎて、なんか主役にしたいキャラクターじゃなくてイエランが主役になっちゃうからわざと使わない。そしたらなんか勝利の方が出番多いんだよね。まあそうね、まあイエランの方が出番多いだろうな。じゃあイエランか。確かにまあ螺旋のこと考えたらイエランの方が出番は、キャラ埋まっていけばイエランの方が出番多いやろうな。初心者の時火力で不足でめんどくさかったからイエランかな。あ、じゃあまあイエランが先かな。火力が大事だしな。今後腐らないってことも考えたらやっぱイエランの方が先か。じゃあ私の意見としては、じゃあまあイエランか勝利ならどちらかといえばイエランかな。でも正直2人とも両方引いてほしいので、まあ勝利先生スルーしてイエラン一突するのはないですね。ありえないな、うん、まあ、イエラン確保、勝利確保、イエラン一突って感じです。イエラン一突するよりも、まあ、水の神様優先した方がいいので、まあそんな感じかな。 Excuse me.